小学校に不審者が侵入した際の対応について確認する訓練が金沢市で行われました。訓練は金沢市の緑小学校で行われ、金沢西警察署の署員が講師を務めました。不審者が校舎に侵入した際に大切なのが、子どもたちと接触させないことです。訓練では不審者に対して男性職員が椅子を使って抵抗し、落ち着かせようとします。一方、教室では入り口から侵入されないよう、机などを使ってバリケードを作りました。この後、全校児童が体育館に集まり、通学路での不審者への対応についても学び、ランドセルを置いて逃げること、相手と距離を取って大声を出すことなど、身を守る方法を確認しました。掴まれたらなかなか逃げられなかったのが怖かったです。本当の不審者だったらもっと怖いと思うから、もうちょっと大きな声を出して逃げれるようにしたいです。不審者はいつ自分の近くに現れるかわからないということを認識していただいて、自分の身を守ってほしいなと思ってます。